ケビン・マイケル・ラッドは、オーストラリアの政治家。第26代オーストラリア連邦首相。1998年から、クイーンズランド州ブリスベン南部のグリフィス選挙、苦戦室の連邦会議員である。漢字での名は、リク・カツフミ。ブリスベン北方の南方の農家に生まれる。父は、国民党の前身の地方党員であったが11歳の、時に死別。 理能を余儀なくされる。実家は貧しかったが、奨学金を得て、キャンベラのオーストラリア国立大学へ進学。第一等の成績でアジア研究専攻を卒業する。大学では中国語と中国史を専攻し流暢な、北京語を話す。中国政府関係者と会談するときは、北京語で話すこともある。漢字名、陸勝文の漢字は自ら選んだものである。 カトリック教徒であったが、キリスト教学生会で知り合ったテレーズ・レインと1981年に、結婚室魔の所属する聖公会の礼拝に、出席するようになる。1981年に、オーストラリア連邦政府外務貿易省に入省。1988年に退職するまで、外交官として在スウェーデンオーストラリア大使館三謀書記官。 在中華人民共和国オーストラリア大使館一等書機関として勤務した。1988年にクイーンズランド州の労働党の党首ウェインゴスのスタッフとなる。1989年に労働党が同州の政権に就くと1992年まで州首相の首席補佐官となる。1992年には州政府の内閣官房長官となる。 この地位は、州の官僚で、最も実験のある地位とも言われる。連邦、州、特別地域首相会議でのアジア言語、文化の教育への導入に影響を与える。1995年に、ゴス政権が破れると、ラッドは、監査法人、KPMG オーストラリアの中国コンサルタントに就任した。1996年、連邦会員選挙に、 グリフィス選挙区から出馬し落選。しかし1998年の連邦会員選挙に同じ選挙区から再出馬し当選を果たす。その後2001年から野党の外交スポークスマンを務める。2005年6月からは国際安全保障及び貿易スポークスマンも兼任した。2006年12月、当時の労働党党首、キム・ビーズリーに 党首選挙を申し入れ、同年12月4日、党連邦議員総会での党首選挙に勝利し、労働党の党首に就任する。2010年6月、党首選挙への立候補を断念した。公認党首は、ジュリア・ギラード。2007年12月3日、同年11月24日の連邦議会選挙勝利の結果、第26代オーストラリア首相に就任。 以下、ラッド政権の主要な実施事項を述べる。環境問題に大変関心が高く就任と同時に、京都議定書を批准、温室効果ガスの排出削減を発展途上国にも徹底させる方針である。イラクから中流豪軍を引き上げ、先住民族への公式謝罪も言った。十四時間七日と呼ばれる猛烈な働きぶりで、金融危機では、 ジョージ・ W ・ブッシュ米大統領を説得し、金融サミット実現に一役買った。金融危機が深刻化すると、追加経済対策として、教育や医療の公共分野に151億ゴードルの拠出を決定。総じて就任1年目では、野党からは、経済政策で、ばらまき政策との批判を受けながらも、 前任のハワード政権との相違を国民に印象づけ、就任後2年経った時点でも高い支持率を維持するのに成功した。就任1年目で最多の20カ国を歴訪。しかし、2008年4月の外遊時には日本が訪問先に含まれていなかったために日本警視との批判を受けた。直後の同年6月に初めて日本を公式訪問する。 日本では最初に広島を訪れている。また、この日本訪問時にアジア太平洋共同体構想を提唱している。日豪関係については、捕鯨問題の外交問題化や中国が反発する日米語意対話や日豪共同宣言条約化の先送りといった問題が発生した。一方で、中国通であり西側で初めて、 中国語を話す首脳であることから、しばしば新中派とみなされ、中国への傾斜が一層強まるとも見られていた。しかし、就任当初目玉に掲げていた中国との FTA では、2010年にも実施されることが予測された、総選挙が近くなるにつれ態度を降下させて交渉が停滞したほか、中国の軍備増業や中国企業の主源買収に、 警戒感を強めているとされた。さらに2009年7月5日には、リオティントの社員4人が、産業スパイ容疑で、中国当局に身柄を拘束され、その後スパイ及び贈賄の容疑で逮捕される事件が、発生した。その一方で、中国ウイグル自治区での騒乱から間もない7月30日、オーストラリア政府は、世界ウイグル会議のラビアカーディル議長に対して、 ビザの発給に踏み切った。これらの問題により、合中関係は急速に悪化の一途をたどった。2010年に入ると4月に目玉政策としていた温室効果ガスの排出権取引制度導入に失敗。さらに6月には鉄鉱石などを採掘する資源会社を対象とした資源超過利潤税の導入案が産業界の 猛反発を買い、支持率が急落した。2010年6月24日に実施された、党首選挙には出馬せず、副首相のジュリア・ギラードが無投票で後継に、選出された。2011年7月、ボア・アジア・フォーラム理事長、福田康夫と2010年9月に発足した第二次、ギラード内閣において、外務大臣に就任した。2012年2月22日、 訪問先のアメリカワシントンで外務大臣の辞任を表明。2月27日に行われた労働党党首選に立候補するも31票獲得にとどまり71票獲得した現党首のジュリア・ギラード首相に敗れた。その後、ギラードの政権運営のまずさなどから支持率は低迷。逆に全党首であるラッドの人気は高く。 このため党内から2013年9月に予定されている総選挙を見据え、党首交代を求める声が高まった。2013年3月21日の会本会議において、ラッドに近い閣僚から党首選挙の早期実施を求められたギラードはその場で当日に党首選挙を行うことを表明。この奇襲作戦にラッドは、 準備不足を理由に出馬断念を表明せざるを得ず、唯一の立候補者であるギラードが無投票、満場一致で党首に再選された。2013年6月26日に、オーストラリア労働党臨時議員総会で、執行された、党首選挙でギラードを下して党首に返り咲いた。この結果を受けて、ギラードが首相を辞職したことにより、2013年6月27日に、 再び首相に就任、第二次、ラッド政権を発足させた。しかし、ギラードとの内紛により労働党は国民の支持を失い、2013年9月7日に行われた総選挙では保守連合に敗北、6年ぶりの政権交代を許す結果となった。2013年9月18日、首相を退任。妻のテレーズ・レインは人材会社を経営するが、 ラッドの党首就任時に首相候補夫人が当外国で会社を経営することの利益相反を問題視され事業売却を余儀なくされた。次男、カズメの父親で一孫がいる。2007年5月に弁護士の長女が香港出身の中国系オーストラリア人男性へと結婚し2012年に第一子が誕生。2012年に弁護士の長男が マレーシア人弁護士と結婚。次男も兄、姉と同じくグリフィス大学へ進学し、兄と同じく中国学と法学を専攻する大学生である。先祖の一人はドレスと下着角一枚を盗んだ罪で死刑を宣告されたロンドンの路上生活時で、曾祖,祖父は砂糖を盗んでオーストラリアに送られた流刑者。ありがとうございます。